はい、ガラリと、まあ、イメージチェンジというかですね、大胆チェンジを示したのは宮本萌夏選手ですね。そうですね、あの今まで通りこう和風というところは踏襲しているんですけれど、かなりこう露出が多くなったといいますかね、はいはい、体をがっちりと見せてくるという感じになりましたね。何かより戦闘的になったといいますか、そうですね、こう忍者っぽいっていうんですかね、はいはい、その宮本萌夏と青コーナーサイドは遠藤アリスが先発です。アリス選手もね、あのニューコスチュームですね、はいはい、イメージカラーはね変わってませんが、うん、ニューコスチュームなんかね、以前はね、このキラキラがねずっとこう戦ってるうちにこういつの間にかなくなってしまって、はい、ちょっとこうマットタイプとか抑えた色になっちゃったんですけど、今回はずっとねこの、あの輝きを保ったまま、うんうん、コスチュームでね、グッと見合ってますね、これね、言ってほしいですよね。生地を変えたということですね。はい、そうだと思いますね。遠藤アリス選手はね、まだデビューしてから自力勝利がないんですよね。ちょうど去年の 1.4 のこの東京女子の後楽園でデビューしたんですね。はい、でスズメが相手でしたもん ね、今日タッグ組んでますけどね。なんとしてでもこの東京女子のリングで自分の力で3カウントギブアップ、勝ちをその手につかみたい遠藤アリスです。そのアリスからスズメです。このアリスズはね、今度始まる2人はプリンセス第2回のね、タッグのトーナメントで組みますよね。そうですね、はいはい、まあ、非常にねいいタッグチームだと思いますし、注目の2022年東京女子プロレス注目のタッグチームです。そうですね、去年はね、5、6、9回タッグ組んでるんですかね。あ、5回かごめんなさい。で1勝4敗と負け越してはいるんですけど、どんどん内容が良くなってるん で、 そうですよ、ね、今回のトーナメントで化けるかもしれないですよね、うん、ご覧のようにねチームワークもスムーズになってきましたしね。タッグトーナメント初戦は 1.20 新宿大会です。アリスズは1回戦シードとなりまして、原宿ポム桐生真宙組と宮本萌夏荒井由紀組の勝者チームと1回戦を争います。さあその桐生真宙です。パッションブルー、ここはボディースラムを2連発で溜めて打っていく。片品渓谷からカウントは2。まあ、去年はね夏からちょっと首の負傷で ね、 欠場してる時期が長かったですけどね、あの体も大きいですし、今年は飛躍してほしいですよね。堂々とした戦いっぷりがね板についてまいりました。お、だがすぐにアリスズが逆襲に行くが、それを許さない桐生真宙宮本萌夏。おお、なんと政権突き下ろしの宮本萌夏と、それに合わせて桐生真宙が謝罪式のダブルニードロップを打っていきました。宮本萌夏選手もね、あのオープニングで紹介された長野ジュリアさんね、はい、首都流の空手ということで世界チャンピオンって言ってましたもんね、はい、ちょっとこれはね意識しますよね、やはりね、チャンピオンの山下選手もそうですし、空手ガールがね、うん、増えてきましたね。増えましたね。まあ、でも世界チャンピオンクラスとなってくるとですね、そうなんですよ、その空手ガールの中でも一番の実力者と言ってもいいかもしれません。モカ、うんうん、まあ、選手も黒帯ではあるんですけれど、小刀流空手ですよ ね、 そうですね、はい、しかもご本人は基本的には型をやってらしたということなので、はい、モカ選手の場合、まあ、商談試験なんかでもちろん組み手はあるんですけれども、やっぱり型の美しさ、そういったものに非常に惹かれていたというふうに話してましたね。まあ、ゆりおかさん、ライバルになるのか、はい、うん、ゆくゆくは何かねユニットというかね、うん、そうですよね、チームみたいな、そういうのもね夢が広がりますよね。やっぱりあの昨年はやっぱりあのどうしてもね、戦ってもね、やっぱ荒井由紀さんというね存在が本当に大きかったですし、うん、またさらにね刺激がこう加わるっていうのはね、萌夏選手にとってもいいことのような気がしますね。今荒井選手の名前が出ましたが、この萌夏選手、荒井選手とタッグを組んでタッグトーナメント出るんですよね。どうなるんで、あんまり組んだことないないですよ ね、 ね、常に対角線でしたもんね、うん、そうですよね、
やっぱり新井選手はやっぱり自分と違って何でもすごく吸収して成長が早いので本当に刺激を与えてくれる存在だというふうに宮本選手は話してましたね。その刺激がどういう形でタッグで現れるのか非常に楽しみです。さあ八の人差し鋭いドロップキック、スズメ、スズメ選手もこのアリスズも面白いんですが、大佐野さん、はい、シングル戦線もちょっとこのスズメはね、はい、楽しみじゃないですか。いや本当にもう去年秋ぐらいからですかね、うん、もうメキメキともう本当にねベルト挑戦あってもいいですよね。はい、まあ新しいねそのベルトに絡むニューフェイスたちがですね、この2022年現れるかどうかというものもこの東京女子プロレスの注目ポイントです。まあ、ある意味タイトル戦線に絡む選手っていうのはある程度決まってきちゃってますから、そこにどう風穴を開けていくかですよね。桐生真宙、スズメにボストンクラブを仕掛けます。なんとか抵抗したスズメですが、ああいい角度で入っています。これは腰も落ちました。桐生真宙の力強いボストンクラブ、さあどうするスズメ。なんとかサードロープ手が届きました。ブレイクとなります。この桐生選手のコツコツコツとね、確実にかつ着実に築き上げてきたこのね実力というものもね面白いと思うんですよね。そうなんですよね、まあ、気持ちの部分で引っ込み思案なところがあった桐生選手ですが、上福選手、上福祐希選手との出会いによって、まあ、革命が起こりました。うん、で本当にユニークな面白い選手が多い東京女子の中で、この桐生選手の質実さというのはそれはそれで一つの大きな個性になると思うんですね。間違いなくそうでしょうね。ポーテーラ、およい、なんかこう見ててねホッとするというかね。でもこういう選手を応援したくなるっていうのは結構ねファン心理としてあると思いますよ。まあ、技一つ一つも重いですしね。このねきらびやかでね華やかな選手が多い東京女子において、この渋さというのがですね桐生にとっては大きな武器になると思うんですよね。まあ、逆にそれが個性になりますからね、はい、この中にいるとね。これはかわされた。スピードでは勝っているスズメ、串刺しのドロップキック、ここで桐生の動きが止まった。いや、スズメ選手は本当にねなんか昨年ぐらいから特にもう試合中の表情がすごくこう人を引きつける表情しますよね。クロスボディ、独特の飛行フォームで叩きつけていきます。一挙手一投足その声を出してもですねカッとねなんかお客様のね視線を集めますよね。そうなんですよ ね、本当に本人もそのスズメ、このスズメバチの腰もそうです、ちょっとこう毒のある感じを出していきたいんだって言ってましたね。お面白い、ついにハニーの方ではなくマスタードであり、はい、毒でもあると、毒でもあると、さまざまな要素が合わさっていき、スズメというプロレスラーが完成していきます。鶴ヶ城をかわされた遠藤ワリス、さあそこにブーメラン式のフォアマーアタック、かなり消耗している桐生真宙、ここは宮本もかにタッチです。スッと入ってくる宮本もか、スラムからカバーに入る。宮本もかにとっても2022年は勝負の時。お、これは来ましたね。お、あ、潰された。遠藤が上、カウント2。あそこから羅生門に持っていくのが、お、来た、空手殺法聖剣好き、お、腕を取って叩き捨てていく。いやね、先ほどの長野ジュリア選手もね見てるんじゃないですかこれね試合ね。いや間違いなくね、まあ、空手という同じカテゴリーの中でねリング上のテリトリーを奪い合う、そんな関係性になるでしょう。さあこれは、まあ、いわゆるグランドといいますかマンジコブラの感じですよね。変形のマンジコブラ、足がねかかると羅生門なんですけどね、はい、まあ相手からもそれは警戒されています。羅生門で新井由紀選手からねギブアップ勝ち取ったこともありますし、まあ、それが自力初勝利でしたからね。そうでしたね、はい、やっぱりそのグランドマンジに何か一つさらに自分で確実に勝ちを奪える、ね、あの技を作りたいんだということで羅生門は開発したと言ってましたね宮本選手。そう、ここで
フェイスクラッシャー鈴芽。試合権利があるのはエンドワリス。ダブルのドロップキック、アリスズ合体攻撃。このあたりはさすがタッグチームですね。チームワークはね、やはり1枚も2枚も上手か、アリスズ。まあ、スズメがうまく指示を出してますもんね。こういったところにもね、やっぱりスズメの成長というものが伺えますよね。でなんとかここはアリスに任せたいんでしょうね、きっとね、スズメはね。遠藤アリスに自力勝利をつかませたいというスズメの思いが宮本萌歌に襲いかかります。返せるか宮本、カウント2。さあこのあと一歩が果てしなく遠かった遠藤アリス、その最後の一歩、いやそう簡単には決めさせない。おお、ゼロ戦キックですかね、はい、至近距離から打っていくのがこのね宮本萌歌の特徴ですよね。新コスチュームだと足が綺麗にね上がるのが見えますよね。ネックブリーカー、ショルダーネックブリーカーで叩きつけて、さあ一転してピンチになった遠藤アリス。あ、これは取られちゃうと厳しいですね。リング中央、それを何としてでも、鶴ヶ城、うん、これはクリーンヒット。遠藤アリス、羅生門徹底的に封じてますね、はい、いや今うまく返しましたね。相手の技を研究しています。さあこの、あこのもし、おお、水車落とし。おお、ちょっとこういったパワーファイトというのはね、そうですね、遠藤アリス珍しいですね。ちょっとダイナミックな、ちょっと宮本萌歌もね今一瞬何が来るか分かんなくて、ちょっと受け身怖かったですね。そして出たこだわりの必殺技、うん、キャメルクラッチ。憧れの斉藤佳さんが使っていたこのキャメルクラッチ、これで締め上げる。腕を持っていくと、さあもう片方の膝にかかると完璧だが、宮本萌歌は耐えていく。あーかかった、絞っていった、キャメルクラッチいった。2022年1月4日遠藤アリス自力初勝利。